夢ラジオ第3793回、今日は令和4年6月20日月曜日です。時刻は午後5時半、横浜港北、月曜の夕方。太陽は見えませんが、まだ街は明るいですよ。夏至は明日ですね。さて、3793回目、今回は2022年参院選、結局自民党の圧勝か、こんなタイトルでお話しましょう。2022年参院選、結局自民党の圧勝か。保守の界隈では、あっちの党がこうだ、そっちの党がああだ、その良し悪しはみたいな、そんな議論もかまびすしい頃ですけど、まあこれ全くコップの中の嵐でですね、実はどうでしょう、保守の新しい4党ができた、まあできたんじゃないね、保守の新しい4党が争う、あるいは選挙戦で戦うって言いながら、議席取れる可能性は参政党だけでしょう。1議席いけるかどうか、つまり松田学さんが通るかどうかですよね。通ってほしいですよね。その程度なんですよね。なんか保守の、しかも YouTube だけ見てればなんかすごいことが行われているようでいて、多分自公政権、あるいは立民あたりからさえこんなの鼻で笑われてるような気がしますね。私には理由がわからないんですけど、岸田内閣の支持率が今えらい高いとか、これなんでなんでしょうね。ウクライナ危機でウクライナに応援したからでしょうか、いろんな物資を送ったからでしょうか、なんでなんでしょうね。別に岸田さんこれといったことをやってるようには見えないんですけど、今回は野党も実は一本化できない選挙区が多くて、共産党と立民、この2つはそれぞれ選挙協力があって、共産党が候補者出さないと、だから立民としては有利ですよね。けれど例えばそこに国民民主が出るとか、あるいは維新が出るとかという感じで、なかなか自公 VS 野党という、こういう一騎打ちに持ち込めてない、これは野党不利で、立民と共産だけでは立民の体調著しいので、立民の統制がもう弱まってますから、確かにあんな党は潰れるべきですよ、立民党なんか。そのことを考えると、共産が加わったって厳しく、ということは結局自民党が勝っちゃうんじゃないかな。そして公明党は手堅い選挙を今回もやってくるでしょうから、自民圧勝、公明は手堅く、そして立民が減らして、共産いつも通りで、国民ちょっと伸びる、維新横ばいぐらいな感じじゃないでしょうか。そして私たちが期待する保守の新しい党からも議席が1個出るか出ないか。NHK 党でガーシーが一つ、ね、で参政党から松田さんが一つぐらいが出たら、もう御の字かな。なんか参政党の今の勢いだと議席も3つ4つみたいな、そう甘くはないと思うんですよね。もちろんそれあったらあったに越したことないんですよ。参政党に対しては辛口のお話ばっかりしている夢ラジオですが、そりゃ自公には勝ってほしいよ、そりゃ自公は任せてほしいよ、ましてや共産立民なんかもうやめてほしいですよね。けれど全然ね、YouTube や SNS だけ見てれば、なんかこう保守の新しい党、あるいは参政党が頑張ってるように見えても、まあ国民的な運動にはまだなってないんですね。まあとはいえあと3週間ありますから、その3週間でやっぱり風が起きるかもしれないので、それは分かりません。
そして、何度も言いますが、参政党批判めいたことも言ってますけど、そりゃ頑張ってほしいです。自公には勝ってほしい。だから叱咤激励ですよ、参政党への、叱咤激励、叱咤激励しながら応援、これかな。だから、参政党員の方々、この夢ラジオをお聞きになって、なんだこの野郎ぐらい思ってらっしゃるかもしれないんですけど、そこはご了承くださいませ。で、話戻すと、結局自民の圧勝なのか。こうなったらまたチャイナの新党工作を受けまくってる自民党が、そしてもうもっとチャイナべったんこの公明党がわっはっはという感じで、相変わらず二階さんが君臨という自民党にね。自民党の少数派による改革は私はもう無理だと思っておりますね。党議拘束かけられたらシューンとしちゃう方々ですよね。自民党は変えられるとか、自民党が新しい自民党を見てくれとか、嘘つけと。今だもう二階さんがもうね、もう隠然たる力を持っていて、で安倍さんも岸田さんも「ははー」みたいな、こんな自民党。もう中国に属国、中国の属国、それを実施する党が自民党、私にはそう見えますね。自民党の圧勝、結局自公政権がまた続いた。なんとなく保守の新党は一時的なものでしかなかったとなると悲しいですよね。もうちょっと議席は増やせないだろうか。だからその点では、この夢ラジオで参政党にひらめいたことというのも、控えた方がいいのかな。いや、ただそんなバカな忖度するのは良くないし、こんなことを考えています。夢ラジオ第3793回、今回は2022年参院選、結局自民党の圧勝なのか。ありがとうございました。